リンカーン軍はアメリカ合衆国メイン州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,457人であり、2000年の33,616人から2.5%増加した。軍庁所在地はウィスカセット町であり、同軍で人口最大の町はボルドボロ町である。1760年に設立され、軍名は イングランドのリンカーン氏から取られた。リンカーン氏はマサチューセッツ湾植民地総督トマス・パウノールの記事だった。設立時には西のサガダ北軍の領域も含んでいた。軍旗は伝統的なニューイングランドの旗であり、1977年に採用された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は699.81平方マイルであり、 このうち、陸地455.99平方マイル、水域は243.82平方マイルで、水域率は34.84%である。ブース米高以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ホエールバックシェルミドン州立歴史史跡近くにある、ダマリスコッタカワイカのリストはすべて町である。他に、プランテーションとゴアが一つずつある。 また未編入領域である飛沫ゴアがある。ありがとうございます。